川崎 EX-4 は川崎重工業が1994年から1998年の間製造していたスポーツタイプのオートバイである。EX-4 は GPZ400S の後継機として1994年に販売を開始した。同時発売は ZRX。プレスリリースのサーキット総公開で、 区間タイムではあるが4機筒車の ZRX より速いタイムを記録。雑誌の記事には ZRX よりも乗りやすいなど乗り、評価も高かった。GPZ400S のマイナーチェンジモデルで、フレームとエンジンの基本は同じで、デザインと足回りの変更が主である。日本国外では、すでに GPZ500S。 忍者500として販売されていた車を日本の中型免許で乗れるよう排気量 398cc として設計し直したものである。このエンジンの源流は日本国外用アメリカンのアン454であり、シリンダーヘッドやピストン、コンロットなどの設計は GPZ900R のエンジンを元にしており、ボアストロークが同じで排気量がぴったり半分なため、 この系統のエンジンは日本国外でハーフ忍者の異名をとった。水冷 DOHC4 バルブ180度クランク一軸式バランサー装備のエンジンは出力 50PS1500rpm 最大トルク3 6 k g ス、9 0 0 0 r p m 低地燃費 39kmL と当時としても 400cc 並列に基礎ではトップクラスの性能だった。 しかし、安価でよく走るスタンダードバイクとして、ロングセラーとなっていく、日本国外の EX500 と違い、400cc クラスでは4気筒エンジンが当然となっていた、当時の日本では、多少の価格差よりも商品性の高さが求められ、2気筒エンジンに、前輪シングルディスクや細身の足回り等、豪華さに欠ける装備は、支持を得られず、販売側としてもラインナップを埋めるために少数を、 用意したに過ぎず、地味な存在であった。ありがとうございます。